照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日もね、引き続き、入間市のモンタースポーツさんで撮影の方させていただいております。本当にいつもありがとうございます。ということで、今回紹介するのは Z のプロステータスの方を紹介していこうと思っています。それがね、こちらですね。もしかしたらね、この辺は紹介したことあるかもしれないんで、手短にちょっと行こうと思います。まずこれですね。もう、モンタさん片付け済みのグローブとなっていて、Z プロステータスウェルダーラベルとなっています。これがね、巨人のセカンド、吉川選手モデルとなっています。特徴としては指股はあり逆巻きなんですけれども、それにしてはポケットが深いかなっていう、ここが広いだけで奥はめちゃくちゃ深いっていう、まあ、片付けのね問題ももちろんあると思いますが、本来だったら広くなるグローブがちょっと狭めだなっていうような感じで、ここが長い、深くなればねもちろんそうなんですけども、縦にちょっと長めでこっちで動かすようなグローブとなっています。でそれはでもね、ウェブに切り込みが入っているので、ウェブ自体も曲げやすく、すごくね手にはフィットするグローブなんじゃないかなと思っています。カラーがオレンジの、レースがブラック、はみ出しとか切りはみかのホワイトで、ガンガンに普通に高校生対応グローブになっています。で片付け済みとはいえマジで動かん、さすが Z クオリティ、硬え、肩をつけただけって感じなので、ポケットは自分たちでちょっと作ってってくださいね、自分たちで鳴らしてってくださいねって言ったような、片付けをしているグローブとなっています。はい、じゃあね、この辺は多分もしかしたら過去に紹介してたかもしれないんで、ちょっと次行きましょう。これも多分過去に紹介しました、中村翔吾選手モデル、千葉ロッテマリーンズのグローブとなっています。これは逆に指股がなし、順巻きなので、まあもちろんね、どうしてもやっぱ深いポケットにはなるかなっていったような感じです。広さよりかは深さのグローブとなっています。カラーリングが、キャメルに、レースがターンとなっていて、切りはみで、これもね高校生ガンガン使える、グローブです。ツヤ見てください、わかるかな、ツヤもすごいですし、これは片付け一切してないのでバリ硬いっす、鳴らすの時間かかりそうだな。これがね親指ラベルなんですよね。でこれがね多分ちょっと2年ぐらい前のモデルかな、もしかしたら。なのでこれはあの過去でも紹介したことがあるので、ぜひね詳しい動画はそちらの方でもチェックしてもらえればと思います。はい、3つ目がこれですよ、これここソフトバンクホークス今宮選手モデルとなっています。やばいね、この6のくり抜き、そう、入団時は確かに2だった気がするけど、そこから6に変わって、でそのタイミングとかちょっとしてからかな、ちょっとしてから Z にも変わってるので、やっぱここがねオリジナルで6っていうのが本来入ってる、刺繍だよね確か今宮選手の場合は、くり抜きプラスここに刺繍が入ってた気がする。なんですけども、これはね全部真っ黒、高校生対応モデルです。型の特徴的には順巻き、指股なし、なんでちょっとね最近ね、 Z さん源田選手のモデル以外は全部深いな、仕様的には。なんでどっちもしっかりとはっきりとしたコの字になってて、深いようなポケットとなっています。ウェルダーラベルです。いいっすね、もう黒いウェルダーラベルだからね、黒いグローブ、 Z のグローブにすごい合うなっていうような、逆に金が差し色になるんですよね、すごいかっこいいっすね。ステッチがピンク、ここに可愛らしさが出てくる、ショッキングピンクなのかなこれは。で裏側もねちょっと違うんですよね、レッドオレンジで、そういったところでね、あの裏側では派手なグローブで、内に秘めた闘志とでも言いますか、めちゃくちゃかっこいいですね。でこれお値段が64,900円となっています。公式用だからね、どうしても値段は高くなります。やっぱり完璧にこの今宮選手仕様、もうウェブに関しても今宮選手モデルとなっているので、高校生のファンの方なんかはすごいこういうのって憧れると思うので、同じもの使えるというのはもちろんいいですしね、っていうところでぜひぜひねチェックしてみてください。今ねグローブの方を3つ 123Z 紹介したんですけども、もう一個ちょっと紹介したいものがありまして、次ちょっとキャッチャーミット行きましょう。はい、それがねこちらです。これが小林選手型モデルか、もうこっちだから、小林選手モデルのブラウン系、ローズブラウン系のキャッチャーミット公式用となります。やばいな、顔が素晴らしい、キャッチャーミットの1個前2個前の動画の母の日モデルの小林選手モデル同様で、やっぱでかいんですよね。 Z のキャッチャーミットって一型番だけ確か浅いミットがあるんですけれども、それ以外って基本的にちょっと大きめだなっていう風には感じるんですが、その中でもでかい小林選手モデルのミットで、広いですね、硬い、この三拍子やばいっすね。
もう張りがすごいんですよ。一切のシワがないっていうような、キャッチャーミットで、これはこっちを深くしてもいいだろうし、この字ポケットで作ってもいいだろうし、大きいし広いからどうにでも自分の好きな型が作れる、自分の、好きな取り方ができるキャッチャーミットなんじゃないかなとは思っています。あのね、さっきも言った通り小林選手モデルだけ、あのもしかしたら今森友哉選手もこっちモデルもこっちかもしれないけど、基本的にはねこっちに、ラベルがついています。まあ言っちゃえばね、あのブラウン系だけどワインレッドに近いようなカラーリングなので、渋おしゃれででも派手っぽいっちゃ派手っぽいよねっていう、このキャメルのおかげで同系色なんですね。一応どっちもブラウン系統の色なんで、でも正反対に見えるっていうところでおしゃれだし遊びが出てるなっていうような感じのキャッチャーとなっています。で、はい、こちらお値段が57,200円。まあ高いけどね、高いけどこれがね多分ウェルダーラベルじゃないですよね。これがね、あのプロステータス SE シリーズではない、ウェルダーラベルが確か SE シリーズで、じゃないのがまあ普通のプロステータス、なんでその分値段が若干落ちてるのかなっていうような、感じはするんですが、それにしてもまあまあすごい張りなんで品質なんかほぼ変わんないです。やっぱり最高級は最高級だなっていったような感じのキャッチャーミットなので、1年生も入団して高校1年生でポジション決まったっていうような選手なんかはすごいおすすめのキャッチャーミットとなっています。下手したらまあ2年は使えるかな、2年生からでもいいかな、ちょっと3年間はさすがに公式でキャッチャーだときついと思うので、これでもまあそういったようなキャッチャーミットなので、こちらの方もぜひぜひ気になった方は注目してみてください。はい、で多分ねこの前も多分紹介したかもしれません、覚えてるかちょっとあんまり記憶がないんですけど、まあこうやってファーストミットだったりとか、左用のグローブもあるんですよね。この左のここにもファーストミットがあったりとか、これ左の外野手用があったりだとかで、ネットすごい充実してます。モンタナさんは軟式用で今回紹介したし、硬式用ともに Z すごい充実しているので、イメージとしては皮が薄くて硬いのが好きな人っていうのは軟式硬式ともにおすすめなので、気になった方はぜひね、モンタナスポーツさんにお越しいただいて手に取って確認していただければと思います。はい、ということで本日はね Z の硬式用のグローブを、紹介してきました。モンタナスポーツさんの各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしゃー、 Z 最高、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあれしゃー、 イエーイ、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 そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。We'll be right back.